野部さん。はい、久保田はしくじりました。代わって私が確実に始末します。終わりましたら報告します。真鍋さん、あんたもなのか。お前が敵だったらどうして俺たちに尻尾をつかませるような情報を与えたんだ。尻尾？俺は八百長は確かにあったと言っただけだ。それ以上探るなときつく忠告したはずだぞ。そんなんで俺が止まるとは思ってなかったでしょうに。まあ、ほりゃほうだが。だが俺らは腐っても野球選手。勝負の席合に引き分けはあれせん。ちゃんと勝負の幕を引くしかにゃようだ。なるほど。さすが俺が憧れたバッターは、言うことが違いますね。そろそろゲームセットにしようまいか、品田。わかりやすい人だな。負けるためにわざとやってくるなんてね。どういうことだ。忘れちゃったんすか。真鍋さんはワイバーンズ最強の4番を打ってた人ですよ。前も話したように、一流のバッターってのは裏の裏まで読めるような人間のことを言う。真鍋さんは負けるって分かっててこの勝負をしに来た。そうですよね。うるせえわ。焼肉屋の時もそうだった。真鍋さん、あんた本当は俺に名古屋組の真相を知ってほしくてこんなやり方をしてるんじゃないですか。教えてください。一体誰なんすか。15年前の事件を仕掛けたのはあなたたちを使ってこんなことをさせている張本人は。その耳で確かめてみろ。声を聞きゃ分かるはずだわ。
の始末は無事に終わったのか。ま、真鍋、どうした。おい、返事をしろ。真鍋、どうしたんだ、瀬田だ。おい藤田。